皆さん大好きなね西京漬けを作っていきたいと思います。今日はね応用編で野菜とかね鶏肉をつけてみました。簡単にできますので、ね、ぜひともねおもてなし料理皆さん集まるときに、ね、ぜひとも、ね、作ってみてください。はい、じゃあ味噌床を作っていきます。白味噌ですね。白味噌に、ここにまず最初に砂糖入れてください、ね、みりんです。そうしたらゆっくりゆっくりここでこうなじましてあげる、ね、そうしないとね泳いじゃいますから液体で。そうしたらこう少しずつのお酒を入れていくと、もう一杯一つで簡単に混ぜることができます。このね味噌床さえ覚えておけば何でも合います。これだからちょっと大量に作っておけばね日持ちしますから万能に使えます。はい、目安見てください。均等にほらペーストに綺麗になってますね。はい、これが味噌床です。はい、じゃあ早速漬ける野菜を切っていきます。天地しますね、半分だいたい3センチから4センチぐらいで半分にして、こうするとスティック状になりますね。こんな感じですね。で湯がいたりしなくていいです、もう簡単で。人参です。こう半分に切るとほらだいたいこのぐらいの同じぐらいの長さになりますね。はい、で同じようにこうスティック状にすると、これだったら3等分かなとね、ほら大体同じぐらい。大根は厚みもね大体同じぐらいに揃えていただいて、あ大きさが違うとかこう半分とか、ここだったら3等分かなとかね、大体ほら同じぐらいの長さになりましたね。であと鶏肉ちょっと触って、これ軟骨とかねもしあったらへぎ取っていただいて、そうしたらもうこのまま、はい、容器に入れちゃいます。はい、そしたらね先ほど作りました味噌床です。だいたいひたひたになれば十分大丈夫です。よいしょ。そうしたら、はい、空気をね抜いてここで揉み込みます。こうやって簡単でしょ。なんか浅漬けの素と一緒です。べったら漬けみたいな感じ、甘い漬物ですね。はい、でだいたい最低でも6時間はね漬けてほしいですね。であとで、ね、これどうしてもね水分、食材が生なんで水分が増えてきます。それを計算してある程度味噌多めにね漬け込んだ方がいいと思います。はい、で鶏肉も同じようにねこうもみ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 してください。魚の方は、ね、あんまりもみすぎますとね身割れしますので、優しくなじむような感じで絡ませてくださいね。で空気を抜いてこうやってやっといて、例えばね、1日経ってから冷凍庫に入れるとちゃんと味が旬な状態で、例えば急なお客さんが来た時にね解凍して焼いてもいいと思いますし、でも必ず1日は漬け込んでから冷凍してください。で野菜はなるべく冷凍しないで食べきった方がいいと思います。でもこのまま、漬けといていただければ、3日は持ちます。はい、1日経ったね鶏肉です。もうね容器から出してポイントあります。冷たいフライパンにこれ洗わなくていいですよ。もうこのままね皮を下にしてください。はい、蓋をします。これで初めて火をつけます。で火加減、鶏肉はすごい火の入りが悪いので必ず蒸し焼きがおすすめですね。はい、弱火でねゆっくりゆっくりやる。だいたい、おいしょ、あ、おいしそうな色がついてきました。でこれ以上焦げたら困るので、ちょっとねお水ちょっとですよ、スプーン1杯2杯かな。はい、ここでちょっとお水を入れて、はい、蓋しまーす、ね、先ほどの水が水分なくなってきたら焦げる前に1回ね、はい、で必ずこう肉の熱いところ火が入りが悪いのでこう刺していただいて、引くキュッと肉汁がじゅわーっと出て透明だったら大丈夫ですね。はい、こちらもさっと水で洗ってね水分を取っていただければ完成です。